地下の縁で人工の陽光私は今、コペルニクスクレーターの地下100メートルにある研究所の一室で、人々が暮らすための街づくりを指揮している。天井の照明から人工要項が差し込み、壁際の祭壇では、ミニトマト、レタス、大豆などが、豊かに実っている。建物街には、約100万立方メートルの地下空間が広がり、自動掘削機が、 その領域を日々着々と広げる。それら一つ一つの成長は、数日後に控えた月移住フェリーの到着を、心待ちにしている様子だ。かつて、一人の宇宙飛行士が初めて列面に降り立った時、一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ。という名言が残された。今、コペルニクスホテルで移住手続きを進める彼らは、この地へ降り立った時、 どんな表情と言葉でその心境を語るのか。私たちの仕事は、彼らの過去と希望に対して、どんな生活と未来を届けるのか。月で育まれる文明は、地球で生きるあらゆる存在へ、どんな発見と影響をもたらすのか。私たちは、そうした思いを胸に刻みながら、ここで約3年間を過ごしてきた。4年前、小さな縦穴を降りた探検隊は、たどり着いた地下空間に、 居住の可能性を確認した。2年前、地下の構造と蘇生を調べた測量体は、可能性を持った空間に、生活の安全性を確認した。それら知見をもとに、ここ、コペルニクス地下研究開発センターは設立され、月面ドームに続く、生活環境としての基本的機能を、この人工洞窟の中に、一つ一つ整えてきたのだ。コペルニクスクレーターには、 直径 1km のドームが7つあり、各々が固有の居住機能を持つが、地下空間に大きな生活環境を備えたものは、ここ以外にまだない。無論、将来的にはその整備が予定されているが、実現には、月面での都市開発以上に、大投資が必要だからだ。さりとて、移住計画と社会発展を支える基盤としては、この人工洞窟に勝るものはないだろう。ドームは、 最低限必要な安全空間を確保してくれるが、絶えず降り注ぐダストと宇宙放射線による害を長期間防いでくれるという保証がない。そして栽培や繁殖を可能とする地球的環境も厚い岩盤に守られた地下空間にこそ気づくことができる。大気の役割と機能はそれほど絶妙であり、大地の生命力と養分もそれほど貴重であることに改めて気づかされる。 ふと視線を上げ、天井に広がる青空を、ただ眺める。祭壇に実った野菜を収穫し、ありがたく食事をとる。玄関を開けて深呼吸をし、仲間たちと挨拶を交わす。こうした何気ない営みは、ともすれば見過ごされがちだが、その影響力は絶大であり、尊いものだ。人類の社会的な幸せや豊かさは、 時世や個性によって多様に定義されるが、人の根源的な幸せや豊かさは、太古からさほど変わっていない。技術と文明がどれほど進化しようとも、戦争と平和がどれほど繰り返されようとも、人類であり人である、我々という存在は、そうした存在なのだろう。この研究室で実証された様々なテクノロジーは、発展途上の人工洞窟を鮮やかに染め上げ、まるで、 地球にいるかのように感じさせてくれている。重力こそ六分の一ではあるが、少なくとも私には、もう一つの地球として認識される。これからここで暮らす多くの人々にとっても、そうであること、心から願う。ME13 年2月1日、コペルニクス地下研究開発センター、CEO、教授、パオロディ、カシアス、